最初のアイブ、プラミアーズカレセスという題名の絵画。個人を思い出して、慈しむようにその墓石をアイブする人。アイブとは、可愛がる対象は主に人間、他の動物など。他にも愛着のある物品にアイブする人もいる。アイブは、ボディランゲージの一種に分類される。人は、アイブによって強く感情を伝えることができる。親から子への愛情、子から親への愛情。 恋人への行為、死母、愛情などの情念を示す際にも行われる。愛部には、主として手が用いられる。ガストン・バシュラールは、火の精神分析において、声が歌う機関であるように、手はまさに愛部する機関であると書いた。愛部ブ氏やワアダムとイブ、および、それを見るサタン。基本としては、相手の手や腕を撫でる。相手の頭や、頬や首筋を撫でる、などがある。 性愛と、愛撫恋人たちや、夫婦や、愛人関係にある人、等々の間では、性愛の行為として、相手の体の様々な部位を愛撫することがある。なお性的な場面では、手だけでなく口を用いて、相手の体の様々な部位を愛撫する人もいる。性愛的な愛撫の中でも、特に唇や舌を用いた愛撫は、ペッティングとも呼ばれる。また、 生感体への愛武はオーガズムにもつながりやすい。なお、そうした性愛の愛武だけをテーマにして書かれた本もある。子牛を舐めて愛武する親牛動物の中には人間の愛武に相当する行為を行うものがある。互いに抱きついて相手をさすったり、毛づくろいする動物や舌で相手を舐める動物、胴をすりつけ合う動物もいる。求愛行動や繁殖行為の中で そうした行為を行う動物もいる。ボノボは、高度に洗練された性的な様式を持つことで知られる、類人猿である。ボノボは、成功を単に繁殖のためだけではなく、コミュニケーション手段としても活用することが知られているが、性行為の最中に、メスが、オスの睾丸を愛撫する様子が観察されている。またオス同士、メス同士でシリア性器を接触させ合う、または性器を愛撫することもあり。 これが、ボノボの社会で、友好的な挨拶ともなっている。の一環で接吻することが知られているが、ボノボに、至っては、より濃厚な接吻をする行動も確認されている。ハリー・フレデリック・ハーローは、生まれて間もない赤毛猿の子供を、母猿から引き離し、針金と授乳器からなる。手触りは悪いが、機能的な母親も出ると、毛布が巻いてあるがミルクは出てこない。手触りが良いが、 機能的ではない母親モデルという二つの対照的なモデルをあてがって、この赤毛猿の行動を観察した。小猿は腹があくまで毛布を巻いた。手触りが良いが、機能的ではない母親モデルにしがみつき、どうしても空腹が我慢できなくなると、手触りは悪いが、機能的な母親モデルの与えるミルクを飲んだとされる。犬をワイブする少女多くの犬は背筋をブラッシングされることを、 とてもよく好む。通常、犬は急所に当たる腹に触られるのを嫌がるが、人と犬との間に深い信頼関係が成立している場合に限れば、犬は仰向けになり腹に触れてもらおうとすることもある。首の下側も急所に当たる。腹や喉を触らせる犬は、触らせている相手に、いわば、命を預けているような状態を相手選ぶことで、いわば、あなたに服従していますや、 あなたに安心していますといったメッセージを伝えていることになる。その姿勢を見せたときに、そこを優しく愛撫することで、犬と人も一段と深いコミュニケーションを成立させることが可能となる。頭部をすり付け合う猫猫を愛撫する男性猫は、心を許している相手や愛好する相手に、全身をこすりつける行動をしばしば行う。これは、自分の匂いをつけているとも言われている。尾まで用いて、 絡みつくように全身をすりつける場合もある。猫の親は、子猫を移動させるときに、子猫の首の上側を優しく口で加えて、子猫を口で持ち上げて移動させる。なおすべての猫は、首を噛まれたときには、従順になり、動作をピタリと止める反射反応を生まれつき備えている。人間が子猫を移動させるときも、母猫の行為に似せて、子猫の首筋をそっとつまんでやれば、 子猫は母猫に加えられた時と同様に従順になり動作を止めるので簡単に移動させることができる。猫が繁殖活動をするときしばしばオス猫はまずメス猫の首筋を加える。これによってメス猫は母猫に加えられた時と同様に反射的に従順になり動作を止める。その状態からオス猫は正規を用いた交尾の段階へと進んでいく。 猫は一般に首の下あたりを撫でられることを非常に好む。猫は人と親しくなっても腹を触られることは非常に嫌がり、そうされるとしばしばパニック状態になり暴れる。だが生まれつき警戒心がほとんどなく、よく懐いた犬のように腹をむき出しにして触れさせる猫も稀にいる。ブチハイエーナは群れで生活しているが群れの中でお互いを認識し、 好意的な意志を持って接する場合に、相互のペニスを舐め合う習性がある。ペニスは、有性生殖を行う哺乳類では通常、オスのみにある器官であるが、ブチハイエナの場合は、例外的にメスにも、形状、太さ、長さともオスと同等以上で排尿も可能な、ペニス状クリトリスが存在し、これを勃起させてみせ、舐め合うことで、オスメスの区別なく友好関係を築いていると、 されている。馬は訓練次第でよく人になれる動物であるが、ブラッシングによって特にコミュニケーションを図ることが可能である。ブラッシング行為を通して信頼関係を築くこともできるが、その一方で馬は非常に神経質であるため、後ろから近づいたりして脅かすと蹴ったり噛んだりすることがある。馬をブラッシングや触れることで愛顔する場合は、馬が 警戒心を強めなくて、済むよう、顔の正面から近づくのが良いとされる。ただし馬と顔見知りでないうちから不用意に近づくと、噛まれることもある。なお、横から近づいても、馬は敏感に音を聞いて、そちらの方向を向くので、小さな声で馬の注意を引いて近づくと良いとされる。乗り降りする際は、首筋や鼻面をなで回して相部すると、馬は、喜ぶとされる。 オックスフォードディクショナリー、カレス工事園第5班 TQ、アイブ、デジタル大事船工事林第5班、P7 がストンバシュラール、火の精神分析整理科、書房、解約版、1999年、ISBN47 億9670万2180、アイブの方法でお悩みの方へ、図解で解説例えば、加藤隆、完全アイブ入門、 あれから10年ヒギデンジュロングセラーズ社2009年 AV 男優によって書かれた本アニマルセラピー動物を愛玩し、愛部をする行為を通して行われる治療行為ハグ優しく抱擁し合う愛情表現同性異性を問わずに行われ性的な意味は含まれないペッティング性的な意味での愛部、前義抗議性行為において愛部は重要な役割を果たす 時間一方的な性的興奮を求めて他人を愛武すること、ありがとうございます。